さあ始まりましたトライアングループよ。今回のメンバーは僕とハヤトとレオです。はい、まあ、トライアングループでジェネメンバー3人だけの空間でこれまでの活動や今後の活動ロボットやお互いの長所と短所は片付けられない人の典型的なパターン。どこに何があるか分かるの？棚の中も全部なんか言ってください。腹黒いところじゃない。腹黒いかな。ミルクブリューにハマってる今。ミルクブリュー、うん、ミルクだしコーヒー。やっぱでもワインかな。骨董品みたいなもんだよね。そうだよね。古いのっていいよね。そういうね。いやいいですね。自分より年上のもの、いい感じの幕の内弁当に収まってる感じです。人間らしく生きてみたい。ギャップがあるようでない。次の質問に行きたいと思います。ジェネのいいところと弱点、これは共通質問になります共通の質問になりますいいところと弱点。いいところの、いいところはでもやっぱみんながこう個性があるところじゃないですか、うん、なんか同じ色がないっていうか、うんうん、なんか7パラで勝負できるっていうのがいい。すごい業界的な言葉使っちゃったけど、なんか7人ばらけて一人一人になった時にその土壌があるって意外と強さだなって最近すごく思うというか、なんかね、グループでやっぱ行くとさ、そのじゃあ分かんないけどバラエティならバラエティとか、まあそのもっと違う、まあ、細分化していけばいっぱいあると思うんだけど、うん、そこに行く時ってやっぱ団体の方がやっぱ世の中強いじゃない。どう考えても、うんうんうん、1人より2だし2より3だしっていう、って、うんうん、なった時に7人全員一人一人の自分の土壌がしっかりあって、うん、1人で戦えてるっていうのは相当強いとは思う、うん、そうだね。確かに。なんだろう、いいところ、うん、いいところ、まあでもそれじゃないやっぱり、うん、とは思う。なんかこうパワーバランスかなってって思うしかな。うん、うん、そう思う。ああいうさ、何か他のグループにはないところはとかさ、よく聞かれるじゃん。あれ困るよね何か難しいね。ああいうのってさ、何か他のグループけなすみたいで困らないめっちゃ困る。困るよね。ああいう質問ね、何かすごい恐縮しちゃう。何かそこも弱点なのかなと思うけど、何かそのやっぱいい人すぎるところもあんのかなって。こうすごい分かる。なんか結構みんなへっちゃらでやるじゃん、うん、他の人たちって、うんうんうん、あこうこれ意外といい、あいいんだこれでって思う時もある。うん、そうだね。だそのジェネの弱点的な部分っていうと、そうだね、だ丁寧になりすぎるところとかあるかな。意外と見えてね、意外と強烈なものが認められたりする世界だもんね。そうだね、確かにそれはある。そうだね、トピックになるからね、うん、強烈さっていう意味では強烈さかな。強烈さがなんかないグループかも。あ確かに、うん、もしかしたらなんかいい感じの幕の内弁当に収まってる感じがする。そうだね。そこにめっちゃ激辛なものとかがあったら、うん、またチロってはなるとは思うけどね。何か多分もう世間の見てるこう俺らの多分ねまんまなんだよね。自分たちのイメージと自分たちが思ってる自分たちのそのキャラクターと、うん、多分世間様が見ているキャラクターってもう同じなの、うんうん、確かに。だからそこが弱点でもあるのかなっていう、うん、そのリアルすぎる、リアルすぎるっていうところ、うん、確かにまんまじゃん。リアルすぎる超わかる、うん、っていうのがなんかこう弱点でもあるのかなって。だからそのギャップがあるようでない。そうね、確かに。なんかこの子たち面白いじゃん、この子たちってこう見えて、あこういう子なんだっていうのが伝わりやすい。うんうんうん、まあ、まんま言ってるっていうのもあるけど、ね、良さなんだけどね、すごく。でも、うん、そうだね。もしかしたらこっからもうワンステージ上がるには一つのなんか脚色っていうか、うん、何かこう演じる部分みたいなのが必要になってくるかもしれない。そうね、それも、うん、あるかもね。本当にもしかしたら演じ
演じなきゃなって思うよ、やっぱり。いやでもそれはだからその実感はみんなあるんだ、ある。俺ってな、俺らってなるとやっぱりめちゃくちゃなんて言うんだろう、ピュアにやってんなみたいな。分かる分かる分かる。それがあのいいって言ってることじゃなくて意外と弱点かも。そう、うん、分かる分かる。だから自分のオンエア見るとうわすっげえパンピーやんって思うの。もう自分が分かる分かる分かる、すごい分かる。なんかね、素で勝負できてるからジェネって。俺これ超いいとこだ、そのだからレオのいいとこなんだけど弱点っていう意味では素で勝負できるから7人全員、なんか佐野レオは佐野レオできるし、片寄涼太は片寄涼太できるし、俺は俺で勝負できるから、いざこうフィルターを、エンターテインメントのフィルターを通した時にうわ面白いじゃんってなるんだけど、じゃあこの人深掘りしましょうって言った時にプライベートも同じことやってるから俺らって、やっぱ7人でステージで楽しくわーいってやってる絵で、ジェネってこんな仲いいんですよ、一方プライベートではもう同じように仲いいじゃん。だから素すぎてどこからがこうドキュメンタリーでどこからがエンターテインメントなのかっていう幅が出しづらいなとは思う。ツヤが欲しいんよこれは芸能人の。分かる分かる分かるっしょ、うん、俺なんか大事だと思うんだよね。まあね、だからそれはすごく俺たちで人間味でやってきてるから。そう分かる、すごい分かる、ツヤ、うん、ですね、すごい分かる。色調査ですよね、割と根性論でやってきてるから。そうだね、色気ですよね。そう、芸能人のツヤが欲しいんよ。確かに、まあ、皆さん分かる、そうなのかもしれない。確かに大事かもね、うん、大事だと思う、すごく大事なものだと思う。すっごいこれがもうずっと思ってたこと。次の質問いきます。次の質問いきますか。海外に行けるようになったら真っ先にどこ行きますか。わこれ聞きたい、これ俺の質問。じゃ聞きたい、どこ行きたいよ。俺ねイタリアとか行きたい。クソかっけえやんイタリアかスペイン。結構なんだろうな、自分自身が陰な部分を持ってるタイプだからパリとか好きなんよ、寄りがちなんだけど、陽なところに行った方がいいなと思うんだから。自分にないもん。でもあれだろう、だからスペインとかイタリアってさ一人旅行向きじゃん。あ、そうそう、だから一人で行きたいんでしょ。一人で行きたい、一人で行きたい。あ、もう絶対そうだと思った。でサッカー見てワインで、そうそう、であとちょっと観光してそう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 、もう絵が見える。もう絶対分かる、狙いが分かるから単純に自分の好きなものだけに包まれていようっていう、単純に自分の好きなものだけに包まれていようっていう。一人が一人旅には絶対いいよね。なんかでやっぱちょっと用じゃん、やっぱそうね、確実に。パリとかは行ったら仕事になっちゃうと思うから、そうそうそう、多分もう一人しちゃうしね。なんかね、完全に仕事の動きしちゃいそう、パリ。確かに確かに。誰に会ってどこどこ行ってとか、うん、下手したら仕事ついてきちゃってみたいな。確かにね、写真撮って、ね、忙しいし、取材してとか。ありそうだね、確かに。どこですか。コモリはメキシコ。海外行けるようになった。でもなんか近くないイメージ。なんか存分にネガティブになりたい。だからみんなの思ってるイメージとは違うかもしれないけど、メキシコってやっぱすごく、まあいろいろなこうバランスもあるんだけど、やっぱなんか陽気な国じゃない。やっぱサルってやったら全員アミーゴみたいな、うん、でもあれってやっぱこう自分の解放だから、うん、だからこう誰とでも友達になれるっていう心の解放で、やっぱこう仕事とかしてたりとかするとさ、自分のネガティブな部分ってさ、やっぱ気使うじゃない。なんか空気悪くしたくないなとか、誰かにこう思わせたくないなとか、このネガを誰かに移したくないなとかってすごい自分の心を抑制するんだけど、日本は特にね。そう、メキシコとか行って心を自由に解放して、楽しい時は楽しむし、なんか暗くなれる時はとことん一人ぼっちになりたいみたいな、心をすごくフリーにしたいっていう意味でメキシコに行きたい。この振り幅をこうしたいみたいな感じだ。そうそう、こう本来さこういう人間なわけよ、俺なんて。でこうさ、こううまいことこうしてるものの、このタガを外してこう人間らしく生きてみたい。こういい意味で人間らしく生きてみたい、いい意味で。なんかそれってさ、ある意味もっと若い時の方ができた感覚ない？10代の時とか。あの方がそう思うけど、だんだんこう大人になっていくにつれてちょっとさ、そうあるよね、バランス取り始める。そう、でもさ、ね、これってさ悲しきかななんだけどさ、若い頃はこれができたけど足すごいな。そうそうそう、俺足の組み方独特なんだよ、俺全部回しちゃうんだよ、俺足2回組んでる、2回組める、この状態やよだから若い時ってこれができるんだけどさ、技術もなければさ技量もないからさできないじゃん。でも大人になる
ればなるほどどんどんこう抑制されてって、でも技術もできて技量もできてってなってきて、だからすごい悲しいね、うん、だこれを意図的にだから次できるようになりたいというところまで。そう、足無限空襲全然組む。どうですか俺エジプト行きたいんだよね。おお行きたいんだけど意外に意外に アメリカって思うじゃん思った、めっちゃ思った。アメリカも考えたらなんか違う州行きたいなとか。いやなんかその最近さ YouTube でそのエジプト の、うん、その聖書を元にした歴史みたいな、モーゼが手を挙げたら海が割れた、うんうん、なんか歴史の動画とか、うん、すげえ見てて夜中に。すごいねやっぱそのなんか世界遺産ってちゃんとこう見たことあるのって、ね、もう日本のものぐらいだから。なんか生きてるうちにこう世界史に登場するようなものをちょっと見たいなと思った時に、分かりやすくエジプト行ってみたいなと思った。生きてるうちにこう世界史に登場するようなものをちょっと見たいなと思った。あエジプト行ってみたいな確かに、うん、いやいやなんかあんなすごそうやな。昔にやっぱ文明があったこと自体が不思議だし、なんかそのパワーありそうだなっていう。まあ確かに観光だよね。ああでもいいね、行ってみたくない？行ってみたいかも。カヨ行ってみたいな。行ってみたいけどなんか怖い印象がある。分かる、俺もちょっと怖い。エジプトってすごい怖いイメージ。なんかでも勝手なあれなんだろうね。そう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 、イメージなんだろう。イメージだと思う。でもさすっごいさ見たいわけよ。ミイラとか見たいな。見たい、うん、ピラミッド、スフィンクス、確かにね、ヒエログリフみたいな、うん、そういうの見てみたいよね。ファラオンとか、うん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 、まあ、スタンカーメンとか見てみたい。見たいじゃん。見たい、それは思う。